いどうもアイランドです。おはようございます。はい、ということで本日なんですけれどもドッキリを仕掛けたいと思います。他のメンバーに三浦と僕でドッキリを仕掛けます。なるほど。前なんかオシャとミカルンが電話でなんかやってきたやん、録音でバレずに電話できるのかみたいなやつ、分からんかったやつね。三浦はな、翔太と電話してたんだ。ね、で、コニーから電話だみたいな。で、その後かかってきて切られたんだけどみたいな。また来たって今回は企画名いっちゃいましょう。アンスの企画、ブルブルマシンに乗ってバレずに電話してみたということで、ブルブルマシンあるでしょ、で使うようなあの機械に乗って電話をしていくんだけど、バレたらダメなのよ。で、あれ結構震えながらうーってなっていくから。で、なんて言われたらアウトなの？なんかしてるとか、撮影してるとか、まあ、どうしたんぐらいやったら大丈夫。三浦がまさかそんなことしてくると思わへんや、山下くんとかは。まあ、山下くんとミカルは絶対出るから交互でやりつつ、で、まあ俺から山下くん1回、三浦から1回みたいな感じでいいんじゃないかな。だからちょっと間開けたら全然わからんと思うし、はいはい、それぐらい奇跡的に重なることあると思うし、でも最後ちょっとコニッチョが山下に電話したりドッキリやっていきまーす。はい、ということでこれね、ブルブルマシン、ちょっとこれでちょっといける。あ多分レベルが 100ぐらいまである。今多分やってるけど70ぐらいまでし、一回押すためにピッピー言いよんねこれ。持っていきましょうか。ちょっと見せる、出るかな、出るかな、結構出るかな、出るかな。もしもーし。もしもーし。あ、お疲れ様です。あれ、はい、あの、11日ってさ、はい、何時に来る？ちょっと待ってね。あ、ちょっと待って。はい。お前、私結構伸ばしそう思うけど、どうしよう。ちょっと押さえてみる。うん。一にしてみるね。うん。あ、ごめんね。はい、何時だっけ？あいつしたら終わるやん。ちょっと待って、そういうの。いいよ。夜は？夜、11時の夜ですか？そう。あ、11時の夜は何も、何もです。じゃあ、鶴橋行こう。あ、行きましょう。終わってからだから。うん。10時ぐらい。あ、全然行きましょう。うん。じゃあ、ちょっと予定開けとくね。あ、ありがとうございます。私が11来る時間分かったら、ちょっと教えて。あ、分かりました。LINE します。あ、はい。はい。いや、かぶし私さ、なんかうーんとかさ、多いじゃん、うん、だ結構やばい。相づちで全部持ってかようだいや、違う、そのために笑いそうになるから、それが無理これやばいな、うん、ちょっと山下さんに電話してみ、うん、すいません、あのさっきコニーと電話して、あの翔太にドッキリをするってなったんですよ。はい、あ、ちょっと電波聞こえます？あ、ちょっとそう、なんか翔太にドッキリするんですけど、
あの翔太の家に、うん、おじさんがいっぱい隠れてるってやつやりたくて、エキストラが多分いるんですよ、うん、だからなんか、まあ、コニーとやり取りしてもらって、うん、エキストラをちょっと手配してもらいたいなっていう。まあエキストラに関しては、あ、もしもし。あ、まあまあ、はい、ポイントと連絡とかお願いします。はい、あ、いいって言ってます。いけた。なんで、あの人、今からコニちゃんが山下くんに連絡するっていう流れを作りました、はい、うん、何人ぐらいおじさん聞こえますか。あー、なるほどなるほど、三輪さんから聞いたんですけど、ちょっとなんか僕の周りのおじさんも何か用意していいですか。親戚とか僕の知り合いのおじさんも用意していいですかっていう。で一旦レベル10でいってたけども、これ一旦ちょっとレベル100で、 100でもう上げれるだけマックスで、その右上のボタン、それをちょっと見合わせてくれ、いけと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 、長押しでいけるタイプ、長押しでいける、長押し、ほっぺたこれ、ちょ、横向いて、お前もう、最悪疲れたら、あの、今、洗濯回してます。じゃあ、行こうか。さあ、行きましょう。いや、マジで言うたことだよ。これはやばい。あ、お疲れ様です。すいません。エキストラのくらいなんですけど、うん、何人くらいいると思います。いや、もう、いや、だって一旦、はい、三浦さんから俺も聞いて、はい、家やから。あー、そうっすね。なんでその、こいっちゃん、なんかこういう震えてんねんけど、なんで。今、洗濯機です。あの、洗濯機の前頃ですか。はい、おっさん、例えば10人やったら、はい、入った瞬間にワーやって言ったら、それがテッテリーで終わりやったなって言ったら、震えてないです、震えてないです、震えてないです。今日も調子いいですね。え、なんで今日も調子いいですね。はい、10人やったら、はい、あの長男に家帰ってきて、こっちを見つけた瞬間に終わるとか、はい、生えてたバランスやねん、やと思うな。自分なんその声めっちゃ鼻やってるやろ、なんか撮ってるな。いや、撮ってない、撮ってない、ほんでほんで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 、来ていいですか。ブルブルマシーンに乗って電話して気づかれるのか。ちなみに三浦もやブルブルマシーン乗ってました。知らんがなってるわ。え、なんなんそれ、ショータの撮ってんのやつ絶対おもろかったやん。何しょうもない企画してんねん。そっちやろ、ジューニー。はい、ということでドッキリ仕掛けました。まあ、バレないな、そうですね、あのマックス見せなバレへんもん、電話越したからじゃない、うん、思ったより電波とかもあるし、そんな感じのドッキリでございました。
この動画良かったらいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。